栃木県立温水プール館は、栃木県小山市外城371番地1にある総合プール施設。小山総合公園、栃木県立県南体育館などと隣接し、県南地域における体育活動の拠点を形成している。栃木県内の水泳競技施設としては従来、栃木県総合運動公園水泳場や、栃木県体育館プール館などが存在したが、これらに加えて、通年で利用でき、全国大会の開催も可能な屋内50メートルプールを希望する声が多く上がっていた。こうした意見に対し栃木県は、栃木新時代創造計画3期計画の中に、プール建設を組み入れ、重点事業として建設を推進した。建設は、西松、板橋、鈴木 JV が担当、1999年1月より工事が、開始され、2000年9月に竣工した。2000年10月12日には開館記念式典が行われ、水浮流水術やシンクロナイズドスイミングが披露された後、小山市内の中学校5校の水泳部員が初泳ぎを行った。以降は各種大会にも利用されており、2012年には第52回全国中学校水泳競技大会が行われた。地元小山市出身の萩野公介は2009年12月6日に400メートル自由形で3分55秒10、2010年1月27日200メートル自由形で1分49秒25の中学生記録を作った。2013年6月に行われたジュニアの記録会には世界水泳に出場する荻野、松田丈志、山口寛、星夏実が準備を兼ねて出場した。小山市が指定管理者を務めている。ありがとうございます。